日本群馬県前橋市元総社町元総社町は群馬県前橋市の町名である。元総社町と元総社町1丁目から元総社町3丁目まである。郵便番号は371-0846。2013年現在の面積は2.55平方キロメートル。前橋大地、利根川右岸に位置している。前橋市西部の JR 上越線新前橋駅の 北西に広がり、西側が高崎市に接する上野国の政治の中心である上野国府が当地に置かれた。江戸時代頃からある地名であり、元総社と書いた。はじめは諏訪市領、慶長6年に総社藩領、官営10年に高崎藩、京方2年に前橋藩領、安営9年から高崎藩領だった。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄り駅は JR 上越線新前橋駅であり、同駅の西口が元総社町に位置する。同線の群馬総社駅は前橋総社町上野に位置し、元総社町からは離れている。町域の南東部を 南から東へ国道17号が通り、町内で群馬県道10号前橋安中と岡線と交差する。前橋市立元総社北小学校及び前橋市立元総社中学校は前橋市総社長総社に所在する。ありがとうございます。